地図急行地図線。地図線は、兵庫県八甲郡上郡町の上郡駅から、鳥取県八頭郡地図町の地図駅に至る地図急行の鉄道路線である。京阪神と鳥取を結ぶ短絡線、山陽地域と鳥取を結ぶ高速路線として、特急、スーパーハクトや特急、スーパー稲葉が運転されている。は、年、明治年に、 山陰、山陽連絡線の一つとして、姫路鳥取間を結ぶ、鉄道建設運動が起きたことから始まる。姫路から作業を通り、地図線、ンビ線に沿って、鳥取に至るルートは、江戸時代から稲葉街道として、鳥取藩の参勤交代にも使われていた。明治時代に、幹線鉄道建設の枠組みを定めた、鉄道敷設法では、山陰及び山陽連絡線の部に、 兵庫県下姫路金坊より、鳥取県下鳥取イタリル鉄道又葉岡山県下、岡山より、津山を経て、鳥取県か、米子及び境に、イタリル鉄道、弱葉岡山県下、倉敷又畑間島より、鳥取県下境に、イタリル鉄道として定められた。鉄道技術者の戦国三つ具が中心となって、実際のルートの選定が行われ、の九つのルートが検討された。 このうち1のルートが地図線の採用地図間を、4のルートが全区間を通る。一旦は1のルートが採択されたが、その後山陰への鉄道は、姫路からではなく、和田山から設されることになり、現在の山陰本線、地図線の建設は白紙となった。1922年、大正11年の改正鉄道施設法では、第85号に、 兵庫県上郡より、作用を経て、鳥取県地図に、イタリル鉄道として予定線の一つに盛り込まれた。1934年、昭和9年に関係する兵庫、岡山、鳥取の18市町村により、地図、作用線鉄道規制会を結成して、鉄道建設促進を訴えたが、第二次世界大戦の戦果により一旦は中断となった。対戦後、1950年、 昭和25年に地図上合線鉄道不設規制同盟会として再度建設促進運動が開始された。1961年昭和36年調査線、1962年昭和37年に工事線として採択され、1964年昭和39年3月23日に発足したばかりの日本鉄道建設公団。 鉄道公団に対して4月22日に地図線建設の基本計画をもとに工事実施計画の指示が行われた。1966年昭和41年4月7日に地図線上下折地図間工事実施計画の認可を運輸大臣に申請し5月10日に認可を受け6月21日に着工に至った。当初の工事実施計画では 船内最高速度は時速九十五キロメートルで岩城信号場と宮本武蔵駅は計画に含まれていなかった。また、上郡駅を出発してから五百メートルほどは山陽本線の上り線と共用になっており、佐用駅の起点側少しのところに山脇信号場を設置して季節の姫新線に合流し、佐用駅は姫新線のものを改築して利用し、佐用駅から 再度分岐する構造で計画されていた。認可寺の駅の歌唱は、上氷、小毛縄、河野源、久崎、山脇信号場、左洋、平福、下、石井、大原町、西阿倉、影石、山郷、稲葉山形、地図となっていた。工事費は89億9040万円と見積もられていた。1975年。 昭和50年1月31日の工事実施計画変更で、山脇信号場により姫新線に合流する計画が廃止となり、立体交差で姫新線を乗り越える計画となった。これは、作用駅の構内配線や線路容量、運転法案上の問題などからで、この計画により工事費は229億円の見積もりに変更された。さらに1979年、 昭和54年3月30日の工事実施計画変更では、やはり線路容量上の問題から、上郡駅構内での山陽本線との線路共用をやめて別線にすることになった。この際に立体交差で山陽本線の上下線の間に入り、また、上郡駅の島式ホームに切り欠きホームを設けて、地図線内ローカル列車の折り返しを行うようになった。 この計画での工事費は300億6900万円と見積もられた。ところが、国鉄の経営悪化が進んだことから、1980年、昭和55年に、日本国有鉄道経営再建促進特別措置、法、国鉄再建法が成立し、12月27日に施行された。この法律では、鉄道公団が建設中のエビ線、 地方鉄道新線のうち、輸送密度の見込みが4000人、日を下回るものについて、予算執行の凍結を定めていた。地図線の予想輸送密度は3900人、日と、わずかに基準に届かなかったことから、用地の95%、路盤の30%、軌道の10%の進捗に達していた段階で、工事が中止となった。国鉄再建法では、 鉄道公団の工事と結線について、地元地方自治体により引き受けて、第三セクター方式で開業させることが可能である、ことを定めていた。1983年、昭和58年に、鳥取県知事に就任した西尾悠次は、鳥取県内の特定地方交通線である、倉吉線、1985年廃止、バス転換と若狭線、1987年、 若狭鉄道に転換の処理に目処をつけるとともに地図線の建設再開へ向けて取り組んだ。国鉄地図線建設促進規制同盟会では専門機関に委託して第三セクター方式による経営の可能性を探った。1985年昭和60年に出た調査結果ではローカル輸送のみでは赤字国鉄と直通の特急列車を含めれば 黒字という結論が得られ、これを前提として、国鉄や運輸省との交渉が行われた。この予測では、通過旅客数1652人、日と見積もられていたが、国鉄側はそれほどの乗客はないだろうと会議的で、あった。実際に開通すると、この場合に達する輸送実績を残している。西尾鳥取県知事は、同年十一月十八日に、兵庫県知事と、 11月29日に岡山県知事と会談を行い、第3セクター化の方向が事実上決定した。1986年昭和61年1月10日に、規制同盟会の名称を地図線建設促進規制同盟会に変更し、第3セクター会社の設立準備組織とした。3月31日に鳥取、岡山、 兵庫三県での出資割合の覚書を締結し、4月11日に地図鉄道株式会社の設立発起人会、5月30日に創立総会を行って、5月31日に設立登記が行われた。11月27日に鉄道事業免許申請を行い、12月25日に交付を受けて、翌1987年、 昭和62年1月27日に工事が再開された。建設費は413億円に改定された。鳥取方面へは当時まだ鳥取自動車道は開通していなかったが、高速道路の建設が進むことは自明であり、高速バスの所要時間に打ち勝てるだけの高速化を図っておくことが地図線の経営上必要であると考えられた。 1989年、平成元年頃、新幹線建設の見込みがない鳥取方面への高速輸送のため、当初予定になかった高規格加工時の検討が始まった。鉄道公段での試算によれば、キハ181系機動車による最高速度時速 95km での上氷地図間の所要時間を基準として、2000系振り越し機動車による非電化、 最高速度時速 130km による試算で11分30短縮で、所要16億円3 8 1系振り越し電車による電化。最高速度時速 130km による試算で12分45秒短縮で、所要68億円3 8 1系振り越し電車による電化。 最高速度時速 160km による試算で15分45秒単で所要116億円と計算された。電化や時速 160km 対応の高速化では必要投資額に比べて得られる時間短縮幅が小さく、また乗り入れ先の西日本旅客鉄道 JR 西日本インビ線地図駅鳥取駅間の電化高速化工事費用に約40億円かかり、 当時の JR 西日本の経営事情から早期開業が困難であることから、電化と時速 160km 対応は断念することになった。こうして、単線非電化時速 130km 対応での高速化工事が決定された。この時点で、用地買収は95%まで進捗し、軌道付設も10%ほど進んでいたので、これを生かす形での改良が行われ、 河野原延伸駅及び、久崎駅の一線スルー化改良、その他の駅の分岐器の高速分岐器化、関東工場などが実施された。陰備線の自動信号化工事と合わせると23億円と見積もられたが、その後の建設費縮減努力により実際の費用は21億5600万円となった。年、平成年月日に、 地図鉄道から事業基本計画の変更認可申請書が提出され、11月19日に認可された。また JR 西日本区間についても11月8日に鉄道施設変更認可申請が出され、12月19日に認可された。12月24日に鉄道公団に対して鉄道施設建設の申し出がなされ、1992年平成4年3月12日に 高速化対応工事に着手した。1994年、平成6年12月3日に開業を迎えた。当初は、新大阪鳥取、倉吉間に、地図急行のホット7000系車両によるスーパーハクトが3往復、JR 西日本のキハ181系車両によるハクトが輪で1往復設定された。また、普通列車は、 上氷大原間で17往復、大原地図間で12往復設定された。なお、貨物列車、快速列車は設定されなかった。開業後間もない、1995年、平成7年1月17日未明に、阪神、淡路大震災が発生し、京阪神方面への直通特急列車は、全列車運休に追い込まれた。 1>, 1月23日から姫路鳥取間で運転を再開したものの、大阪への直通が再開するのは4月1日まで待つことになった。しかしその後は順調に直通特急の需要は伸びていき、1996年、平成8年3月16日のダイヤ改正では、京都と鳥取を三院本線経由で4時間弱かけて結んでいた特急、朝潮が廃止された。 そして、朝潮に使用されていた、キハ181系車両を利用して、ハクト、ガニ往復増発され、また、スーパーハクトを含めて、全列車が京都市重儀に延長された。さらに1997年、平成9年3月8日、ダイヤ改正では、ホット7000系車両が一編成増備されて、スーパーハクト、ワゴ往復となり、 同年11月29日のダイヤ改正でもさらに一編成増備されて全列車がスーハクトとなった。また、それまで津山線、陰ビ線経由で岡山と鳥取を結んでいた急行、砂丘が廃止されて地図急行線経由でキハ181系を使用した特急、稲葉として3往復設定されるようになった。2003年10月1日からは ハ系を使用した特急スーパー稲葉となり、5往復に増発されている。京都駅鳥取駅、倉吉駅間の特急、スーパー白土、7往復や岡山駅鳥取駅間の特急、スーパー稲葉、6往復が経由している。特急、スーパー白土が、時速 130km、特急、スーパー稲葉は、 時速 120km 運転を行っている。その間を縫うように、自社車両による普通列車が上郷駅大原駅地図駅間で運転されており、一部の列車は鳥取駅まで乗り入れる。普通列車は上郷駅地図駅間で時速 110km 運転を行っている。なお、単線のため特急同士の列車交換による運転停車や 上下線特急の対比のため、大原駅で10分程度停車する普通列車も存在する。2015年3月14日、現在、普通列車の運転本数は以下の通りとなっている。下り上りは、地図線内の場合、陰備線直通列車は、地図駅鳥取駅間で下り上りが逆転する。上郡駅大原駅間は1時間あたり1本、程度。 大原駅地図駅間は1の2時間に1本程度で普通列車が運行されている。上郡駅鳥取駅間をロングランする普通列車は鳥取駅の1本のみ。2009年3月14日改正から1年間は当該列車の設定が1本もなかった。音量都市間輸送の主役である特急の輸送量は多いが普通列車については当線が3件にまたがっており、 上郡駅、佐用駅、地図駅の周辺には、高校があるが、同一通学区である、兵庫県内以外は、学区の制約があり、通学客は少ない。このため音名連絡路線としての役割が、色濃い路線となっている。岡山県では、高校再編で、旧大原町にあった、岡山県立大原高等学校が、岡山県立林野高等学校、三正市。 姫新線林野駅が最寄り駅で駅から高校までは徒歩で約25分に統合されたが、姫新線の運転本数が近年削減されていることもあり、林野高等学校への列車通学は事実上困難である。普通列車が高速であるため、岡山県の沿線でも県内分け町にある岡山県立脇静谷高等学校へ上郡駅経由での通学も 不可能ではないダイヤであるが、ここでも、学区の制約が生じる。なお、2019年春からは、沿線の西淡倉村及び、三正市の旧大原町、東淡倉村地区から、兵庫県立作用高等学校へ、腰圏中学が可能となる。地図線の輸送実績を下表に記す。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は、年度での値。 表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。地図線の収入実績を下表に記す。表中、収入の単位は1000円。数値は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、 最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。すべて機動車で運転されている。地図線は全線に ATSP のみを採用しているため、同装置が装備されていない車両は入線できない。土日宿日及び特定期間内に1日有効の特別規格乗車券として、地図線1日フリー切符、大人1200円、小児6 0 0円が、 数年販売されている。普通列車が乗り放題となり自由席特急券と組み合わせて特急列車にも乗車できる。JR 旅客会社で発売している青春18切符は使えない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。